わりかし可愛いかもみたいな。おお、口づけありました。おお、ごめんなさい。さよう、プリプリティーバボス。大塚さんのスキンヌ川です。大塚行ってます。大塚で、しかも勝門がいない大塚ってないんじゃん。この組み合わせだったらギャンブル系の企画とか。そうですね、かもしれない。ピンサロやろ。おおい、プリティーのおすすめ F 族は本当にいいのか。おお、じゃあ僕が行くんか。僕察しがいいことで有名ですから。前回プリティさんが行った F 族に勝門さんが行っていただいて、はいはい、本当に当たりなのかっていうのを検証したんですけど、大阪のチャイエスね。あとは熟女ハンドシェイク店、あちらの方も勝門さんに行っていただきました。プリティが当たりだったという店に谷野が潜入していただいて、本当にプリティの感覚は正しいのかっていうことを検証していただきました。そんな店ないでしょ、こんなところ。まあ1万円企画、どっか1回行った時の最後の店舗、巨乳の方がいらっしゃる専門店。いや絶対外れやん。いや僕行った時3回転やったんですけど、フリーで入ったにもかかわらずホスピタリティがあって、いろんな会をさせてくれて、結構最後幸せで終わったんですよ。1個もそんな信じてないから、その言ってること。僕チューリップが好きで、そこの店では毎回濃厚なチューリップとかして、こっちが燃え上がるぐらいの感じで、じゃあ当たりやん。上がって、そうなんですよ、うん、まあ、まあ、なんやねんそれ。毎回かっちゃんに2回生かしたのは、1回は当たりで1回は外れやったんで、うん、今日抜きとかないと思ってたから朝にしこってんすよ僕。知らんやん。知らんかい。知らんかい。全くムラムラもしてないし、僕1日1回しか射精できないんで、今日のレビューはボロカス言うよ。ほんまによかったらいいって言ったら、ほんまによかったらね。3人ともね、やっぱホスピタリティもあって、ポチャの方特有の包み込むあったかさとか、ホスピタリティしか言ってへんやさっきから。いやそうか、形変えていろんな言い方してるけど、見た目は35点ぐらい。じゃあこんな外れやん。サービスとか愛おしさっていう点で100点ぐらい。はいはい、外れの店行けばいいんでしょ今から。いやいやいや、あかんかって思う。ボロカス言うで。髪の毛全部剃ると思う。やっぱ剃ってんねん。もそってんねんだわ。プラスなこと言うんやったら、ガリよりもデブの方が好きですから。おお、楽しみやな。これぐらいよ。うん、いいやん、うん、いいやん。好みに刺さってるやん。OPI も大きい方が好きやんな、もちろん。大きい方が好き。ああ、じゃあもう当たりやん。乗せんの下手やな。年齢も20代前半から後半ぐらいの人が多いイメージでしたね。うわー、いい。肌ツヤもいい。張ってるよ、肌。OPI も張りあるし。だからなんやねん。なんだ。と言うてる間に近づいてきました。前のね、銀ガチャでもそこに行きたいと言っていた。はいはいはい、ああ、そうです、そうです。行きたくて行きたくてしょうがなかった。僕行ってもいいんですけども、誰も頑張ってるからカジノで。ご褒美与えてあげようってことで、こちらですね。うん、この資格知ってる。前も撮ってるから僕一回ここ。だから知ってるって。まあ、2年ぐらい前じゃん。タニロンさんが行った時って、デブ、デブババア専門店。ババ専門店。今回新しくなってる。名前が変わったことで、うん、女の子のコンセプトとかも入れ替わってる可能性ある。で、プリティが満足した。そう。若いし、肌すべすべやし。よかったでー。ああ、危ない。今、ビンタしそうになった。何や。1ミリも信用してないです。まあ、最初はみんなそう言うんですよ。3回転しなあかんの。はい。え、だる。じゃあ行ってらっしゃい。おい、ちょっと待ってね。行きます。こういう人いるよな。嬉しいな。いや嬉しい嬉しい、やっぱ自分の好きなところ行ってくれて。いやそう、忙しそうなところもやっぱ家で見てるからさ、たまにはそうご褒美もあげんと。せやな。これ気に入ったらまたラビットがあるんですから、うん、近いから。確かに行けるし、おだおだ言うてたけども、よかったです、すいませんプリティさん。言います。ニロンがウキウキするの嬉しいもんな。じゃあラーメンでも行こうか。あ、よっしゃ。DJ、おぉ、いいやん。うわ、盛り上がってる。盛り上がってないやん。ちょっと滑ってたわ。こんないじられてても、町人飯は楽しいですね。うわぁ、うまそう。逆切れ飯するか。あ、うまっ。逆に入れたものはいかない。いかないですね。うまかつもんも出ない。そうですね。うわぁ。うまかつもん。いやいや、早フレーズだけで言うなよ。ちょっとほんまに盛り上がった。一番まだ盛り上がった。そうやな。うま坊主。もうごちさんやらないです。俺が行きたかったぐらいやな。あ、そうなんやっぱり。いやあれ、こっち来てください。全力満金公式 LINE マガジン満金法の登録お願いします。月1回 F 族が無料で遊べる抽選やお得な夜遊びクーポンが配信されます。他にも満金マル秘情報やイベント告知なども行いますよ。登録も利用も完全に無料です。今すぐ概要欄のリンクから登録してください。よろしくお願いします。行ってきましたと。3回転です。4500円、高いです。この辺で言ったらね、ああ、まあ、僕は1日1回しか行けない。なおかつ今日1回行ってるから、いろいろ作戦を練るわけですよね。1人目2人目で高まらしといてからの3人目でっていう流れね。ちゃんと真剣に取り組んでくれる。そりゃそうでしょ。さすが、ね、安い店特有なんですけど、安っぽいしこい画像がいっぱい貼ってあるみたいな、ね、アニメキャラが乳を出してるみたいな。入り口の扉に出勤場の一覧みたいなのがバーって書いてあったんですけど、それ見たらわりかし可愛いかもみたいな。
おお、ほら、そう、評価高いポイント。店員さん結構いい人。うん、まあ、いい人っていうか悪い人ではなかった。ザ50点の店員さんがいました。案内されるんですけど、ここで引きが悪かったのが一番入り口に近い場所でした。座った場所。思いっきり見えるんですよ周り。めっちゃ明るい。入ってくる人、帰る人みんな僕見えるのよ。すげえ嫌な場所やなと思って。まあ、そこはちょっとマイナス。壁に貼ってあるポップとか注意事項とか結構僕好きなんですよ。一番印象に残ったのはアナル関係の行為絶対禁止。まあ、いろんなもん入れる人もいるかもしれんしな、ね、間違える人もいるかもしれんしな、うん、そしてぽっちゃりとかって言うけどガリッガリのやつとかもいっぱいいるんですよ。そうなんです。僕の前の前に座られた人がね完備コースをされてたんですね。おガリガリブサイクハイテンションがいて、ええ何にみたいな。おじさんすっごい嬉しそうに、ええもうこれどうなってんのこれ、ええみたいなってめっちゃ大きい声で言ってんですよ。これすごいなこれみたいな音がすごい聞こえてきて嫌やなみたいな。すごい空気崩れるなみたいな。周りの状況もある程度把握してますから、あの人ちょっと可愛いかもとか、あれ外れし出てきてほしくないなみたいな見えるわけですよね。ほぼ嫌なんですよ周りにいる人が。最初に来た嬢ですね、体重約90キロ。まあ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 許容範囲、顔次第ですから。顔面ジャイコ、すげえ。たけしの妹ジャイコ、前髪の長さとかもジャイコ。小学校でいじめられるからといって本名を出さない、ね、あのジャイコ。ジャイコこんな裏設定あるめちゃくちゃジャイコやで、ね年齢もう30後半ぐらいの感じ。あ、そうなんや。今のところは全部違うから、プリティ君の顔とかもね蹴りたいなとかやめろよ。全然外れ、全然外れ今のところはね。サービスの方はですね、僕は口づけとかあんましてほしくないの。恥ずかしがりない。いや気持ち悪いからしたくない。ああないない。僕は基本的にものすごい受け身、喋らへんレベル。そこでね、住んでんのはこの辺だと、お店の近くに住んでるってことを伝えた方がサービス良くなると。まあまた来てくれるかもって。そう、可能性が高くなる、うん、ジャイコにもするんやな一応。一応ねプレイが始まるわけですが、何もないです。舐めがあっただけ。最初から最後までずーっと単調に舐められてるだけ。かかってないです店内の音楽も。ゼロ点、ずっとゼロ。愛嬌あったやろ結構。ないないない、だから何も喋ってもない。最初の仕事はいいですかみたいなだけ。あそこの吹き方とかも結構雑に吹く感じ。だからもう全然ゼロ点ですね。一人目はたまたま3回転ですからね。1500円ですよね大体一人当たり。ライブ屋の対応になってもしょうがないよね。まあまあまあそんな感じじゃなかったから、ね、落ち着いて。まだ2人いるからね。まあ、2人、うん、2人目の人インナーカラー入ってました。わおーいいやん。ちょっとだけぽっちゃりって感じですね。おデブじゃない。顔はオアシズの大久保さんをめちゃくちゃブサイクにしてました。もともとブスキャラやな。そうそう、あのアヒル顔じゃないですか。目ももっともっと細くて肌とかもあんまりよろしくない。アナル関係禁止とかの髪をこうやって見てる時にクッと見たらもうおったんですよ。こうやって立ってて全然似合ってない制服みたいなの着ててね。めっちゃ適当な子でした。横にバーンって座ってきて、こんにちはみたいな感じで、こっちからアクションしないと何もしてこないとかね。僕受け身だから触ったりとか攻めたりとかしないですみたいな話を事前にしたんですよ。アルファベットで言うと M が好きですと伝えたら、うん、ほんなら B 地区をみたいな感じで、こういう感じとか、なんかちょっと適当適当ずっと実習してきて、私のリトタにもこういう感じでやって、遊んじゃうみたいな、回す回すみたいな。ホスピタリティは悪いな。じゃあ今のところ自分で触って言われて、みんなが見える席で一番シートでこうやってやって変なやつや嫌やなと思って、最初にこうやってやられた時にちょっとグッとはなってて、その後になんか僕のへそをこじり出して、えいやそこ乳首ちゃうねん突っ込んだんですよ。おお突っ込むことで僕のリトタにシュッあこれは自分のミスやここで3人目でございます。あもうここ大事よ。体重ついて105キロ。おお年齢30後半。まあまあまあ全然全然まあまあまあ、まあ、若い方若い方全然40いってないから。顔面がですね、あここ大事、エミリンさん。おおはいはい、ユーチューバーの痩せて可愛くなるはずだな。トリフ系エミリン105キロっていう感じで結構テンション高かった。おお、はい、そうそうそうそこがいいのよ。とにかく力任せたい。めちゃくちゃ痛かったわ。リトタニをめっちゃ拭くんよ。拭くやん、拭く、あの火星なんですけど、はい、その拭いて拭く時も拭きすぎ、どんだけ引っ張んねん、うわーって引っ張って、はい、あごめんねみたいな下りとかで、エミリンさんは口づけありました。おお。でも僕あんまり口づけどうでも人としたくないとか、あするみたいな感じで聞いてきたんです。エミリンがね、いいんですかって聞いたら、もう全然いいよいいよって言うから、4回ぐらいはフレンチはします。めっちゃやってるやん。求めてる人の回数やけど、そうそうそう、まあ秒数にすると5秒ぐらい
ホスピタリティはあるとは言えるな。でまあまあ方位に移るわけですが、見たいもずっと見たい。あそこもめちゃくちゃ乱暴やな。速さ重視、今どこがどうなってどう気持ちいいんかとかもう全然わからへんかった。ただリトタニは立ってると。おお、体は素直ね。体は素直に顔面は10点ぐらいはまあ100点満点中ね、知れないですけど、プレイがもうゼロなんで、最後だけはもう僕気持ちよくなったろと。勝本さんお得意の BKB ペロンチョハンドシェイクね、あやるんですが、こっちももう早い。あめっちゃ早い、ね、バータよ。ビニュー特選隊で言ったら めっちゃ早いやん。体ドドリアなのに。ゆっくり遊ばれたりすんの方が僕は好きやわ。ゆっくりめでとかってお願いもしたんですけど、うん、5秒ぐらい経ったらすぐ忘れる。あそう、ね、あるよな。また元に戻る。あそんな感じでいきました。ああ言ってる言ってるやん。ちゃんと文句いろいろ言いながらも最終的には最後ね、発射終わった後ですよ。絞り出さない、はい言いました終わりじゃなくて、行った後のあの3秒から5秒ぐらいの時間大事じゃないですか。確かにこの根元からこうぐわっと絞り出すやつ、あれなかった。あないんや。全然あかんわと思って。いや確かそれはちょっと外れかもしれない。いやそう19歳から20歳ぐらいの07クラブとかで適当にやっちゃう、これは風情がありますわ、うん、それをしこに変えられるけど、うん、年齢が上がってる人の適当さあかんしこに変換できないよ。どうなってんの。いやなんやねんこれ。でもまあまあ全然外れやん。ほんまにきつかったらいけないと思うんですけど、最終的にいかはったということは取り入れられるぐらいの魅力はあったということですね、その女の子に。いや僕の意気レベルが高いだけ。あそういうことですか。言うてもやってきてますから。あ当たりとか言えないですね、この店は。申し訳ないですけど、大塚は女性はどうでもいいけど気持ちよくなりたいっていう人からしたら天国みたいな場所やから、うん、そっち側の人ってことでしょ。この企画以外でもね、プリティさんと全く同じ城に入るみたいな企画やってるんですよね。メース城でね、めっちゃ絶賛してたよ、あの子かわいいかわいい。いやいや可愛かった可愛かった。あれ可愛かったら橋本環奈とかどう見えてんの。ガリもいたわけですよ、カロリー高めな名前しといて。城に聞いたら癖が強いっていう意味でカロリーが高い。癖が強いっていう言い方してたけど、ブスってことよそれ。確かに残念やったな。じゃあ残念やったな。多分この人高架下で100円とかでやってる人でもいいって言うで、ね、牛島くんとかに出てくるやつ。ごめんなさい、ほんま反省してる。すいませんでした。あタニロン頑張ったねとか、プリティの感覚ちょっとおかしいんじゃないとか、コメントしてもらって、チャンネル登録とかいいねもよろしくお願いします。どっちが本当なのでしょうか。どっちが本当か。こっちが本当や。僕が本当やから絶対に。まだやっぱり闇の中になっちゃいましたね、この。なんでなん、いつわかんねえよ。